現在ミッドガルは勝ってない危機にさらされています。魔航路爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る近くに甚大な被害をもたらしました。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイでは神羅軍によって捜索が進められています。行方不明者1名、そっち元ソルジャー、大型のキャンバスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、こっちへ運べ。離陸の準備を急げ。あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。おい、こっちこっち。救護班に連絡しろ。回収対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。おい、何をしてる。今ヘリが飛び立ちます。5番台方面に向かって。悪い、すぐ戻るから、こいつ見てて。俺の友達、魔鋼中毒。ちょっと！はどこだ。回収しないとえらい騒ぎになるぞ。もうざっとするな、探せ。
何よこれ、何事。エアリス帰ってきたぞ。はい、開けておくれ。エルミナ。ザックスだね。ああエアリスは上に。うちに連れて帰るよ。あの家はシンラが見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いやそんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよエアリスの肌、カサカサじゃないか。それにこの汚れ、うん、悪いね。置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。うん、車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって、それで行けるだろ。ああ、いけると思う。それ、エアリスの。ああ、知ってるよ。あれ？エアリス？どうしたの？エアリス、エアリス。なあ、エルミナ。なんだい？何が起こってるんだ。世界が終わる。みんなそう言ってるよ。ごめんな、何もしてやれなくてさ。
アテリアか。不思議な色だな。意外と読書家だったんだな。あんたも食べるかい？ああ、食べる食べる。いただきますです。はいはい。はいは一回です。はい。昨日の夜、家の前に誰かいたよな。ああ、ビッグスだね。食料を届けてくれたんだ。なんかコソコソしてたけど。そこら中に手配書が貼ってあるだろう。あれに顔が載ってるんだ。本人から聞きなよ。マリンがここにいる限りまた来るだろう。来ないよ。ビックスはもう来ないよ。だって父ちゃんもティファも帰ってこないもん。だからビックスももう来ないの。そんじゃ俺がビックスを探しに行くよ。そんで連れてくる。え、本当？本当本当。あ、返事は一回だったよね。うん、もっと言っていいよ。本当本当。これでよしっと。この男なんだけど、見覚えない？悪いわね、わからないわ。ミッドガル上空に突如として出現した警報を感じる。なあ、この写真の人知らない？ごめん、知らない。ものの人体への影響はされず。どうなんでしょうか。こいつ知ってる？知らないな。またアバランチか。カモナ、行かないと。事故でも起きたか？爆発は暴動が起きた。人が死ぬと静かに暮らす。あ、
見つけた。でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして、気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して、すっげー痛かったわ。確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたのなんの。わけがわからないよな。生き延びてみたらこんな世界だし、それになんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を。つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。ちょっと付き合ってくれ。いいけど、何？歩きながら話すわ。なあ、クラウドの様子は？重度の魔法中毒って感じだな。今のところ回復の兆しはない。まあちこち当たってみるよ。そっか。元気になったらあいつ得意げに話すんだろうな。魔法中毒からの帰還とかそんな話をさ。クラウドってそんなやつか。自分を価値ある人間に見せようと必死。そんなことしなくたって俺たちは一目置いてたのによ。へえ。そうだザクス、あんたも何でも屋やったらどうだ。何でも屋、結構需要あるぜ。考えとくわ。見ろよこれ。何何、七番街の壊滅は神羅の自作自演。神羅の横暴を見過ごすわけにはいかない。民衆の怒りを思い知らせよう。神聖アバランチメンバー募集、希望者は野外集会所で待て。うわ大胆だろ。こんなの神羅にも筒抜けだぞ。希望者が集まってもみんな捕まる。捕まえるなんて面倒なこと神羅がするかよ。いきなり撃たれてそれでおしまいだ。だったらなおさら。でもアバランチにはそんなことはものともしないバカ野郎が必要なのさ。おい、まさか行くつもり。あもう。プレートからだと亀裂がもっとよく見えるのかな。あんたは人生の目的とか意味とか考えたことあるか。ある。
かな。うん、めちゃくちゃ考える。見かけによらない。神羅に入ってからいろいろあったんだ。いやもうほんといろいろ。俺も目覚めてからずっと考えてる。おかげで毎日自己批判だよ。な、そうだろ。なあビッグス、さっき何でも屋は需要があるって言ってたよな。ああ、誰かもうやってんの何でも屋？クラウドに決まってるだろ。あんた本当に友達か？クラウドとはいつ知り合ったんだ？え、俺は作戦の前の日だから、あれ何日前だ。ああ俺どうも時間の感覚がおかしくなってるな。あ、それ俺もなんだ。どういうこと？俺に聞くなよ。お腹の中にいるこの子はどうなるのかな。わからない。この子の顔見たかったな。なあ、名前を決め。思い出にお一つどうですか。無料でプレゼントするよ。幸せになること間違いなし。お一人様、俺はさ、お一つまでね。ん、2番目か3番目が好きなんだ。居心地が良くてさ、うん、やるかやらないかを決めるよりどうやってやるかを考えるのが性に合ってる。いいじゃないの。どうしてそんな俺が残されたのか、話はそこに戻る。必要なんだろあんたのその性分が。誰が求めてるんだ。エアリスと一緒にいた兄ちゃん。風を吹かせたやつ。あの風誰が吹かせたんだろうな。俺に聞くなって。これからは好き勝手にやろうぜ。まずは金だ。そろそろだ、用心してくれ。ああ。誰もいない。気持ちいいくらいな。ま、シンラもいなくてラッキーっと。誰だ。え、あれ応募者。はあ、うんなわけないじゃん。あんな雑なポスターで集まる奴らの間抜け面を見てやろうと思っただけ。でも残念、当てが外れちゃったみたい。じゃあね、私行くから。俺の使命はこれじゃなかったみたいだ。意味なんてなかった。俺は選ばれたわけじゃ。付き合わせて悪かったな。ビッグス、なんか見つけようぜ。世界が終わるなんて誰が言い出した。なんか変だろ。どうしてみんなそんなことを受け入れてるんだ。このままじゃダメだって。探そう、なんか見つけよう。なんかってなんだって話だよね。今はまだ思いつかないけど、夢とか希望とかそういうのを見つけて、それをグッと抱きしめるんだ。グッと？なあ、ギュッとでもいい。あんたいいやつだな。考えとくよ。じゃあまたな。クラウドの見舞いもそのうち。ああ、ちゃんと考えろよ。俺も家に帰りますか。うちだってよ。
ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。ビッグスいたぞ。元気だった。本当？今度来るって。やったー。父ちゃんやティファのこと知ってた？あ、ごめん、その話はしなかった。もう、ザックス、2階の様子を見てきておくれ。おう。必ず会えるよ。みんな同じ場所を目指しているんだから。いつ？そんなに先じゃないと思う？ただいま。風、エアリスだろ。もしもし。幼馴染とかいないのか？可愛い女の子とかさ。てか、俺が今一番好きな子の話聞く。興味ないってか？いいから聞けって。すっごく可愛いんだ。いや、美人だな。見る角度によるな、っていうか、何より性格。ミドガルの子か。ああ、都会の子。ザックスフェオ。エアリスが好きだったソルジャー。ゴンガが生まれの俺の同僚。5年前、俺たちは一緒にここに来たのか。あいつの運に期待しよう。どうしたの？思い出したんだ、ザックスのこと。うん。吊り橋から落ちて、ここから流されていった。そしておそらく死んだ。ティファは覚えてたんじゃないか。だから触れない方がいいのかなって。ザックスは友達だった。それなのに忘れるなんて。
クラウドは思い出したんだよ。よかったじゃない。うん、よかった。そうだな、ザックスのことエアリスにも伝えないとな。うん、でも私に任せてくれる？ああ。友達だからね。ねえ、まだ？ごめん、すぐ行く。この話はみんなにも内緒でね。はい。うん。エアリスは後で私がやるからね。了解。エアリスはよく寝るよな。その方がいいの。え、なんで？だってクラウドがまだ病気だから。うん、ザックス、クラウドを早く治してお願い。俺だってそうしたいけど。あ、でもクラウドが病気だからエアリスは寝てた方がいいってどういうこと？来たらお姉ちゃん死んじゃうの。ごめんマリー、全然わかんない。誰にも言わない？お姉ちゃんはね、怖い人に殺されちゃうの。クラウドが助けようとするけど間に合わないの。もう少しなのに間に合わないの。お姉ちゃんは大好きなクラウドが来てくれてとっても嬉しいんだけど、でも死んじゃうの。だから早くクラウドの病気を治してお姉ちゃんを守ってもらわなくちゃ。マリー、その話は夢？ううん、夢じゃないよ。そっか。本当だよ。分かってるって、こんな世界だからな、何でも信じるよ。うん。でマリー、質問なんだけど、その怖い人って誰？どんな人？髪が長くて銀色なの。ザックス、見てごらん。花が咲いてるよ。ほんとだ。エアリスはこの花が大好きなんだ。あの子、目を覚ますのかもね。うん、そうだといいな。あのさ、ちょっと出かけてくるよ。
クラウドのこと相談しに行く。そんな人がいるのかい？お医者さんかい？まあそんなとこ。遅くなるんじゃないよ。あんたがいることが当たり前になってね。いないと不安になる。分かったよ。バイクで行くからすぐだ。じゃあエアリスとクラウドをよろしく。もし目が覚めてもどこへも行かせないで。どうだろうね。あの子を家に閉じ込めておくのは難しいよ。何が何でも引き止めて。うん。食事までには帰ってくるんだよ。ことを考えた。あれからずっと考えていた。夢と希望、俺が生き延びた意味。そして分かった。やっぱり俺はアバランチだ。もう残り時間は少ない。今日の夕方決行。6番魔航路からできるだけ離れてくれ。会えてよかった、ビッグス。はあ、違うって。違うだろう。エルミナ、大変だ。右、死んだビル。北条博士ならクラウドを直せるかもしれない。左、6番魔航路。ビッグスを止める。魔航路爆破を阻止。長くて銀色なの。参ったな。もう一つ教えてよ。エアリスはクラウドのことが好きなのか？うん、きっとね。そうか、それはヒューヒューだね。ヒューヒュークラウド、待ってろ。北条に会わせてくれって言っただけだろ。なんでこうなるんだよ。ま、どうせ世界は終わるんだよな。そう思えば、何でもできる。いらっしゃいませ。ビッグス、待ってろ。
これ何？どういうこと？魔鋼がもうゼロに近い。魔鋼炉は稼働しているのに魔鋼は上がってこない。つまり？ライフストリームがすっからかん。俺たちがどうあがこうと世界は終わるってこと。ああもう危ない。今ので終わり？実験でビビって本番でしくじっちまった。なんで俺が残ったんだ？なんで俺が選ばれた？見たよな、俺は一人じゃ何にもできないのに。そんなこと言うなよ。やっぱり俺は選ばれたんじゃない、置いていかれたんだ。そんなこと言うなって、俺を見ろよ。俺はお前を選んだ、だからここにいる。ありがとうな。でもなんで？そりゃあな、魔鋼炉が爆発したら大変だからな。いくら世界が終わるからって放ってはおけない。それもあるけど、まずあんたが心配だった。嘘くさい、いいやつすぎるわ。いや、そうか。俺は何かしたかった、選びたかった。何でもいいんだ、選んだら道ができて、選んだら新しい世界が広がる。俺の人生を取り戻したい。おい、ビックス。何これ、なんだよ。おい、ビックス。これって死ぬよな、もしかして運命ってやつか。なんだよ、誰が決めてんだよ。俺が決める、俺が選ぶ。さよなら。クラウド、ビックス、エアリス。簡単に選べるかっての。セフィロス、おい、なに、なに。お前ではダメだ。セフィロス、あんただったのか。なんで終われるか。俺はあそこへ行く。行くぞ。
どこまで行っても真っ白け。おーい！どういう状況？でも会えてよかった。まあ少し憎たらしいけどね。楽しもうか。どんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。よし、決着つけようぜ。そこ
このまま押し切る。やった。さよなら。行ってきます。いやいや。夢。いや、夢じゃないか。うん、夢なもんか。世界は交わり、また別れる。そしてまた交わる。